フルバーディングの馬に乗馬した16世紀の騎士、バーディングあるいは馬鎧とは、馬用の鎧のことである。中世後期になると、騎士の防御力が高くなったことから、騎士を乗せている馬が狙われるようになった。イングランドでは、14世紀のバノック・バーンの戦いで、スコットランドの不評に馬を殺され苦戦させられ、 同世紀のクレシーの戦いでは、旧兵に馬を射殺され下馬した、フランスの騎士を殺すという戦訓を経て、馬を防御するバーディングが開発された。16世紀初期に、イタリアで作られた、チャンフロン馬用の兜は、チャンフロンと呼ばれる円形の補強装甲である。早ければ古代ギリシャの時代には知られていたが、軍馬の鎧を、ボイルドレザーから金属製の鎧に置き換える12世紀まで、 ヨーロッパでは見られなかった。チャンフロンの基本的なデザインは17世紀に陳腐化するまで安定しており、その後期には装飾が施されるようになった。チャンフロンは馬の耳から口まで伸びるようになった。フランジはしばしば目を覆ったが、オープンチャンフロンでは目は保護されなかった。頬を覆うための貧質機延長部は、 ジョストトーナメントで一般的に使用されていた。ウィーン美術史美術館首、クリネル腰、ペイトロル伝部クルーピータークリニエールは馬の首を保護する分割されたプレートアーマーセット。ペイトレールは馬の胸を保護するように設計された鎧パーツ、サドルまで伸びたものもある。フランチャーはサドルの側面に装備される革か、ボイルドレザー製のバグ。 白車が使えるよう開口部がある。クルーピエは、馬の伝部を防御する革か、チェーン、プレート製の鎧である。15世紀の清掃された馬のトーナメントの描写、バディングは、しばしば、カパリスンという布製カバーと共に使用された。この覆いは、時には、鼻から、尾まで、馬全体を覆い地面にまで届いた。装備の仕方は不明。紀元前1世紀頃に書かれたとされる。 マカビー第イ章3.25に、美しい布で覆われた馬に乗った騎兵が登場する、シーンがあることから、紀元前1世紀には馬に馬衣を着せることがあったと考えられる。また12世紀のイタリアでも、鎖からと布による鎧を着用しており、布にもある程度の防御効果があったことが伺える。オスマン帝国のマムルーク重騎兵。ありがとうございます。